こんにちは、パスタマニアりょうじです。今日作るのは東京の池尻大橋にある老舗イタリアンオステリアボーノの人気のメニュー、カライゼ。アンチョビ、ニンニク、そして唐辛子のみという究極のシンプルパスタです。麺はツルツル食感の 1.7mm、 辛い、うまい、辛い、ほとんどやみつきになる味です。それではじっくりご覧ください。いしょ。さてではね、たった今作った、東京渋谷池尻大橋の名店オステリアボーの島田シェフが考案したね、アンチョビの唐辛子パスタです。まあお店の中では辛いぜっていう名前でメニューに載ってます。ほら見て、真っ赤でしょ。これがね、やみつきになるのよ。いただきます。くるねー辛い、うまい、辛い、これですよ。辛い、うまい、辛い、もうやみつきになるね、このパスタはね。いつ食べてもそうなんだけどさ、もう真っ赤な唐辛子の粉とね、アンチョビ結構たっぷり入ってます。アンチョビ多分3匹分ぐらい入ってると思うね、一皿で。たまんないね、これ。白ワインが進みます。ああ、至福だね、これね。YouTube 上げてますとね、いろいろコメントもいただきまして、どうもありがとうございます。まあ、こういう動画撮る励みになりますのでね、コメントどんどん寄せてください。ちょっとまあ例挙げますとね、この間一番コメント多かったのが春キャベツとアンチョビの和風スパゲッティですね。春キャベツ、キャベツってイタリアではあんまりないんですよ。ちりめんキャベツみたいなのありますけど、日本みたいになんかこう普通にこう山ほど売られてるキャベツみたいなのをまず見かけないんですよね。まあ、僕がちょっと探してなかったのかもしれないですけど、まあそれとアンチョビね、まあ、今日もアンチョビ使いましたけども、アンチョビ大好きなんで、まあ、それと一緒にこう作った、キャベツのパスタがね、コメントいただきましてね、まあ、白いニット着てたんですけど、白いニットお似合いですね。今回も美味しそうです。週末作ってみようと思います。グラッツィミルレ。作りました。とっても美味しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ。美味しそうです。アンチョビ使うので、塩加減難しそうです。はい。まあちょっとね、最初難しいですね。だいたいまあ通常は一皿あたりだいたい1尾ぐらいですかね。こういう缶詰とか瓶詰とかのアンチョビありますでしょ。あれのだいたいこう1尾ぐらいでいいんですよ。ただ今回のこれはもうアンチョビが売りなんで、アンチョビメインのパスタなんで、一応3尾ぐらい入ってます。まあ、2尾がオイル漬けで、まあ、1尾分はまあペーストになってますけどね。はじめまして。パスタも和のテイストが入ったパスタが好きです。はい。和のテイストのパスタもどんどん作りますのでね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。頑張ります。ではでは、チャオチャオ。チャオ、チャオ、ボナノってチャオ。